こんにちは。こちら、しげひちんさんの事務所から、今日はあやとりで袋を作ります。まず、人差し指で両方の手のひらの紐を取ります。はい、次に、この人差し指を一回転させます。くるっと。そして、親指で小指の斜めの紐を取ります。次に、中指で親指の中指の紐を取ります。はい。そして、一度親指の紐を外します。はい、次に人差し指の手前の紐を押さえながら小指の一番まっすぐの向こう側の紐を親指で取ります。はい、次に小指の紐を外します。はい、次にこの中指にかかっている紐の奥の紐を親指でこの中指のこの下の紐を通らせてこの中指の奥の紐を取ります。ちょっと手伝いながら。取ります。はい。次にこの中指にかかっている紐を外して、はい、ねじれているのでねじれを直して人差し指にかけます。こちらも中指の紐を外してねじれを直して人差し指にかけます。こうなりました。次にこの指の下にかかっている紐を外します。親指と人差し指からそれぞれ外します。はい。こちらも外します。はい、右手の人差し指から外します。はい、次に親指のこのかかっている下の紐を押さえながら手を向こうに向けると、はい、フクロウの完成です。皆さんも作ってみてください。大江戸芸人とんちんかんちんでした。